どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、スマートフォンアプリをねちょっとね紹介したいなと思いまして、動画を撮っております。このねリクマイラーで ANA マイルを貯めていくっていう上で、あのねかなり、こちらもねマニアックっていうかね、なかなかそこまでやらないなっていう感じなんですけども、ちょっとね、ガチガチに ANA マイル、JAL マイル貯めていきたいよっていう方はね、ちょっとね、実践していただきたいなと思うんですけども、スマートフォンアプリの、レシートを、社メールして、まあ、それを送るアプリ、プラス歩いてね、ポイントが貯まって、まあ、それをね、ポイント交換できて ANA マイルに、ね、貯めれるアプリっていうのがあるんですけども、まずこのレシートを社メールして送信するアプリ、まあ、こちらは、まあ、ニュースとかでもね、結構話題になったワンっていうね、あの会社があるんですけども、まあ、こちらはどこのレシートでも1枚取って送れば1円から10円の間でね買い取ってくれるっていうねすごいアプリなんですけども、まあ、私もねこれ全然やってなかったんですけども、本当にね今年のね初めぐらいから、ちょっとねやってみようかなと思ってやってみたんですけども、まあ、今4月の半ばでだいたい今ね900円1000円ぐらい貯まってるんですけども、まあ、本当にねこちらは写真を撮ってレシートを送るだけなんで、まあ、非常に簡単で、1枚ね、まあ、最初は絶対10円でね買い取ってくれると思うんですけども、まあ、それ以降はですね、まあ、私自身はまあそんなに1円から10円で毎回10円なんか出ねえだろうなっていうふうに思ってたんですけども、まあ、結構ね1円だけじゃなくて5円7円とかね、まあ、10円って時もねもちろんあるんで、まあ、これね結構いいアプリなんですよね。うん、本当にあの塵も積もればっていう感じで、まあ、こちらの1は現金でも引き出すことができますし、ギフト券みたいな感じで31のギフト券、高校のチケット、高校ってありますよね、自動販売機のあちらの交換チケット、あと、ドンキホーテのね、ギフト券とかね交換できるわけなんですけども、まあ、こちらの1はですね毎週水曜日、ちょっとね今コロナウイルスの影響で閉鎖しちゃってるんですけども、毎週水曜日はね50円でこのいう画像を撮ってくださいみたいなアナウンスがありまして、まあ、それを送信するとね、50円絶対もらえるわけなんですよね。だからこれやるだけでまあ月200円をね、まあ、獲得できるっていうアプリなんですけども、まあ、これと同じようなアプリでコードっていうアプリがありまして、まあ、こちら私もね全然知らなくてですね、先日、YouTuber のね、シンポイさんっていうお得系のね YouTuber の方に教えてもらったんですけども、まあ、コードっていうのも結構たまりやすくていいですよっていう感じでね教えていただいて、まあ、私はもう本当に何気なくそれをダウンロードしてちょっとやってみようかなと思ってねやってみたわけなんですけども、そしたらねポイント交換はですねこんな感じでペックスに交換できるんですよね、この溜まったポイントが。っていうことなんで、こちらペックスに交換できるということは JK ポスルートとかですね、利用できますよね。で JAL マイルももちろん交換することができますんで、このコードっていうねこちらレシート、写真撮ってねアプリはマイルに交換できるわけなんですよね。ですんでまだやったことない方はねぜひね導入してみていただきたいんですよね。で私がまあまだね1週間ぐらいで、先日動画にしたねローソンのお試し引き換え券とかああいうお祭りがあって、まああれもクーポンを利用してるけども、まあ実際はまあ普通に買い物してるのと一緒なんで、まあああいうのをね全部登録させていただいて、まあちょっとやってみたらですね結構たまるんですよね。で1週間で今ね200円分ぐらいがたまっていて結構いいですよね。でコインとポイントがあって、まあ、コインの方がキャンペーンに応募できるコインっていう感じになっていて、まあ、ポイントの方は1ポイント1円でね、ポイント交換ができますんで、まあ、ちょっとねレシートだけ送るアプリじゃないんですよね。レシートと一緒に商品もスキャンしなきゃいけないんですけども、まあでもちょっと手間ですけどもね、こちらもしね ANA マイルを貯めている、 JAL マイルを貯めている方だったらですね、まあ、ちょっと手間ではあるんですけども、ぜひね挑戦してみていただけたらなと思うんですよね。ちょっと私のねTwitter のお友達の方もですね結構私知ってるのかなと思ってちょっとツイートしてみたんですけども、まあ、結構ね知らない方多かったみたいなんで、始めてみようかなっていう方もねやっぱりマイルが絡んでくるとですねモチベーション上がる方いらっしゃるみたいなんで、まあ、ちょっとやったことない方はねぜひ挑戦してみていただけたらなと思います。まあ特にお金がかかるアプリじゃなくて、ただ単に買ったもの
レシートとね商品送信するだけなんで、まあ簡単ですのでね、ぜひ挑戦してみていただけたらなと思います。次にですね、ちょっと私の動画ではなかなか紹介してなかったポイントサイト、ポイントタウンっていうね、大元が GMO っていう結構大きい会社がやっているポイントサイトがありまして、まあ、こちらね、私ね、利用したことはもちろんあるんですけども、なかなかね、お問い合わせとかね、したことなくてですね、対応とかはね、そこまでちょっとわからないポイントサイトではあるんですけども、こちらのポイントサイト、ポイントタウンっていうのは、自社でね、ポイントタウンのアプリをね、出しているんですよね。で、こちらのアプリ内で、登録して、歩く、それだけでポイントもらえるんですよね。で、まあもちろんね、そんなすごいねポイント貯まるわけではありません。そりゃそうですよね、これ歩くだけですからね。で、1000歩で1ポイント、4000歩で5ポイント、9000歩で10ポイント、1万4000歩で20ポイントっていう風になってますんで、こちらこのポイントタウンっていうポイントサイトは残念ながらね20ポイントで1円計算なんですよね。ですんで1万4000歩歩いて初めて1円もらえるっていうことなんで、まあ、かなりね条件は厳しいですけども、でもですね、このアプリはポイントタウンログインしてスマートフォンアプリダウンロードして歩数計っていうねあれなんですけども、これをね登録してスマートフォン入れとくだけなんで、アプリをね、で特に歩くときにアプリ起動したりしないので、まあ入れとくだけで歩数どんどんカウントしてってくれますんで、まあ、非常に簡単ですよね。ぜひね導入してみていただけたらなと思います。なんかするわけじゃないですんで、まあ、勝手に溜まってある程度溜まったら交換するだけなんで、まあ、非常に簡単でシンプルでいいですよね。うん、これでポイントサイトのポイントがもらえるのであれば、ちょっと私もね、こちらまだ私もね、やったことはないので、まあこれからね、一緒にやっていこうかなっていう感じなんですけども、これはすごいですよね。自粛等々続いてますけどね、健康にね、必要な、散歩っていうのはね、許されてますんで、まあこれ入れてね、少しね歩いていただくのも、まあちょっとモチベーション向上になってね、いいんじゃないかと思いますんで、ぜひね、やったことない方こちらもね導入していただけたらなと思います。でこの、ポイントタウンのねアプリの、利用の仕方なんですけども、まあ、こちらだけですね、登録してログインしていただきますよね。そうすると左上にね、サーモンラインのねメニューバーがあります。ここを押していただくと、歩数計っていうねクリックする場所が現れますんで、歩数計ですね、ここを押していただくと、まあ、自分のね歩数とかを見れることができますんで、まあ、ぜひねこちら、まあ、そこまで難しい設定ではないので、ぜひね挑戦してみていただけたらなと思います。いかがだったでしょうか。今回は、スマートフォンアプリ、3つ紹介させていただきましたけども、ここまでね ANA マイルをガチガチに貯めていく方っていうのは、まあ、なかなかそこまで多くないかなと思うんですけども、ちょっと私はですねここまでねやっていきたいなと思ってますんで、ちょっと挑戦しようと思ってる次第なんですよね。正直ねレシートコードの方はですねやっぱり手間ではありますし、まあ、めんどくさいなと思われる方多いと思いますんで、まあ、ここまでねやらなくてもいいかなと思いますけども、ちょっと時間がある方はねちょっとやってみていただけたらなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。